え皆ささんんこんにちは安藤博ですす本日もごご覧くださいいまましてありがとうございますえ今日はこれ8月9日に収録をしていますけれども8月9日といえば、えー、長崎の原爆の日です、えー、まあ今日もこの慰霊祭が行われておりまして、えー、この原爆というですね本当に大変な、えー、被害を受けられた方には改めてご冥福とそしてまた ま被害を受けた方には改めてのお見舞いを申し上げたいと思いますえー、先日の8月6日の広島原爆の日にも自分のチャンネルでも申し上げたんですがまあ、この原爆を落とすという行為は明らかに戦争犯罪です、えー、やっぱり戦争というものはあ残念ながらあ人間が殺し合うというものですけれどもしかしそれにもやはりルールがあって 軍服をしたあ兵隊さんでなくては殺傷してはならないというルールがあります。でも、この原爆というのは、あ武器を持たない家で家庭を守っていた。まあそういう人たちも無差別に殺害がされ、そしてまたあ原爆というですね、恐ろしい残虐な兵器ですから、 単に殺傷されるだけではなくて長く後遺症も伴うということで本当に恐ろしい兵器なわけですね。 これで一般市民を殺害したというのは、まあこれは改めて戦争犯罪であるということ。やはりこれ我々日本国民は、これを共通の認識で本来はしなくてはならないと思います。そして二度と核兵器を使われてはならないということですね。そして残念ながら今核兵器を持たないということが核兵器を使わないということにはつながらないというのが 今の残念な世界の常識であります。持たなければ使われるんだというのが、これが日本が原爆を落とされているということで、証明されているんですね、ある意味。なので、使わない、使わせないためにも、抑止力というものをしっかりと持っておかなきゃいけないというのが、これが我々が日本人が学ばなくてはならない教訓ではないかと思っております。そして、オリ氏もですね、 最近は中国がかなり軍事的に日本に対して威嚇行動をとるようになってまいりました。台湾周辺では軍事演習ということをずっと行っておりますし、この間日本の排他的経済水域には 中国のミサイルが着弾するということが現実に起きているわけですね。まあ、これは間違って落ちたのではなくて、狙って落としているということですから、その気になれば、中国の武力をもってして、日本の本土を攻撃することも可能であると、まあ、こういうことを示しているということに他なりません。これに対して、じゃあ日本はどうやって安全保障を守っていくのか、そして、 アメリカのです、ね、ペロシ下院議長が台湾を訪問して、そしてその後日本にも訪問をしています、そしてまあアメリカと日本との連携を今こそ強,さ強化をするべきだ、そういう声もありますけれども、しかし、今はね、それはもちろん強化をしていく必要があるとは思いますが、まあ、このことについても、ペロシ下院議長は横田基地に来て、 いるわけですね横田基地に来ているということははっきり言ってパスポートもなしに日本国内に入れるという状況であるということをはか、まあ、らずも表に出しているということです。まあ、これも 日本が戦後どのような異常な状況に置かれているのかということまあこれを日本人が認識をするいい,機会でもいい機会ではないかということも思うんですねまあ今そういった日本はいろんな意味で戦後の縛りの中でがんじがらめの中で生かされているという状況ですそして仮に中国が台湾に何か仕掛けていったきに アメリカがその頼りになるかということですけれども、折しも今日ですかね、今日ですかね、トランプ前大統領の別荘に FBI の家宅捜索が入ったということで、前大統領の自宅に家宅捜索が入るというのは前代未聞なわけです。これでわかるように、アメリカはも,うもはや国外のことを世界の警察として その役割を果たすということはとても無理で、内政問題でもう手一杯であると、そして自分が、そのバイデン大統領が、ね、自分の権力を維持し、またあるいは民主党が自分の政権を維持していくために、もうなりふり構わぬ行動を取ってきているという。 ということも見て取れるわけです、まあ、つまり、まあ、アメリカを頼りにして、えー、日本の安全保障を組み上げていくともういつかどこかではしごを外されてですねいや日本そんなつもりじゃなかったのにとそんな一人でやれって言われても,も急に言われても無理ですみたいな体制に今の、ね、日本の安全保障防衛の体制では そういうういことになってしまうわけですね。改めて今の中国が日本に見せている態度あるいはアメリカの国内の状況あるいはロシア・ウクライナ戦争の状況、まあ、こういった状況を見ていくともう決して他の国には頼り他の国は頼りにすることができないし自分の国は自分で守るという当たり前の 安全保障体制を改めて構築していくということが、今、ものすごく我々の目の前に突きつけられている課題であるということです。 折おりしも、まも,もなく8月15日、終戦の日がやってまいります。えー、そこではですね、えー、またいろんな人が参拝に行くと思いますが、私も国会議員であるときに、えー、国会議員で、えー、みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会という、うん、なんかふざけた名前の会議がありまして、 えー、その議員連盟に私も所属をしておりましたけれども、私はみんなで行くのは本当に嫌だったんですね。なんでかっていうと、みんなで靖国神社に行って、それで英霊の皆様方に哀悼の誠を捧げて、えー、自分は保守の政治家ですという、そういう記念写真を撮って嬉しそうに帰っていく、まあ、そういう国会議員がものすごく多くてですね。 えー、なんかその姿を見てものすごく違和感を感じていました。今の日本のこの現状を見ると、アメリカの属国であるという状況は、あいいダク得ダクダク道と言いますか、喜んで、えー、受け入れていて、そして。 中国が脅威であるということは口では言っているものの中国の人たちが今、移民法が制定をされてどんどん外国人が入り込みやすくなっていますけれどもその中で一番多く入ってくるのは中国の人たちですね。経営者とししててても今入ってきていますし それから労働者としても入ってきています。労働者、外国人労働者の受け入れの特定技能2号というところも、今度は職種の枠が広げられるということが、 あほぼもうすぐ間もなく決定されるということですから、これでますます中国の労働者という立場で、えー、どんどん人が入ってくるということになります。まあ、今この現状をですね、安国神社でお祭りされておられる、霊者の皆さん方は、本当にどのような思いで今の日本を見ているのか、今保守と言われる政治家に対して、 本当に厳しい目で今見ておられるんじゃないかという気がしてなりません。そして靖国神社にお参りをして、えー、英霊の皆様方に哀悼の誠を捧げてきましたというのが恥ずかしくないのかと、私はいつもあの会の報道を見てですね、思っておりました。まあ、改めて、もう間もなく終戦の日を迎えるということでですね、日本の安全保障と、それから 日本のこれから将来もこの日本が日本であり続けるためにどういう政策が必要で日本人一人一人もどのような覚悟を持たなくてはならないのかどのような覚悟も覚悟というとなんかこうすごく厳しいことを言うようですけれどもやはり私が今最近非常に思ってるのは政府が国民を守るんだとそういう姿勢を示さない限り 国民も政府を国を愛するということをやらない国を守るということをやらなくなっても仕方がないと私はこれ、強く最近思うんですねあの中国の例を見ると例えば華僑という人たちがいますけれどもああいう人たちはなんで海外で暮らしているのかといえば国が信用できないからですよ。 政府が信用できないので、自分の一族は自分たちの力で守るのだと、まあそういう気持ちになってしまうわけですよね。そして、え国が荒れる、国がなくなるということは、中国の歴史を見ていればあ、歴史上も何度も何度も起きてるわけですね。国というものは守らない。 国というものはなくなるものだと。そして政府というものは国民を守らないことがあるのだと。まあ、それが歴史上も中国の人たちは痛感している。だから政府を信じないし、自分たちの一族は自分たちの力で守るんだと。まあ、そういうメンタリティが出来上がってくるわけですよね。そして今の日本の政治の状況を見ていても、も政府が国民を守らない。 えー、まさに、君、民を捨てる、そういう政策を行っておりますし、そうなってくると、何かあって 時にじゃあみんなで一致結束して国を守ろうそんな気持ちが国民の中で芽生えてくるとも思えません。まあ、今の自民党政権がやっている政策というのは、そのように精神的な面でも国民が国を守るという気持ちを損なわせる、そういう意味でも国を弱らせる、弱体化させる、ものすごく効果のある政策を行っている、まあ、そのように思えてならないんですね。やはり国が国が民を とと守るんだと政府というのは国民を守るために存在するんだと、そういう姿勢を政府が示す、まずこれが国防の第一歩だろうと私は思います。ま、えー、もなくですね、終戦の日を迎えるにあたって、えー、今、私がずっと考えていたことを申し上げさせていただきまましした本日もごご覧くださいいてありがとうございました。